トーマス・ビーチャム、第二代順団シャサー・トーマス・ビーチャム、サー、トーマス・ビーチャム、セカンド・ベレネット、CH、1 8 7九年四月二十七日、セント・ヘレンズ、ランカシャー州から九百六十一年三月八日、ロンドンは、イギリスの指揮者。ビーチャム製薬、現、グラクソ・スミス・クラインの音像師として、裕福な家庭に生まる。ピアノを学んだり家に来た。 音楽家から、各種楽器や作曲を学び、また父に連れられて、国内外のコンサートやオペラ上演を鑑賞したりも、したが、結局学校での音楽の専門的教育は、受けなかった、後年、モーリッツもシコフスキラから学び直している。オックスフォード大学に短期間在籍、中退後、アマチュアオーケストラの指揮者などを経て、1899年に、ハンスリヒターの大役で、 晴れ冠元楽団を指揮し、プロの指揮者としてデビューを飾った。突然のプロデビューの後、ビーチャムは莫大な財産を惜しげもなく、当時、まずは巡業オペラ団を結成し、これは数年続いた。次に、いくつかの自前のオーケストラを創設。また、この頃に D. リアスと知り合う。1910年からは、ロイヤルオペラハウスを自腹で借り切って、 自分の思う通りのオペラ上演を開始した。半分以上は、ロンドン初演で当たり外れも大きく、決して充実した見入りにはならなかったものの、足らずと損失補填分は父に借在して、どうにかしのいだ。1915年には、イギリスオペラカンパニーを創設。しばらくは、オペラ指揮者として活動したが、1932年に、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団を創設。 また同年にロイヤルオペラハウスの音楽監督に就任し、再び自分の望み通りのオペラ上演に専念できることとなった。この頃から国外での指揮活動も始め、ニューヨークフィルハーモニックやザルツブルク音楽祭、1931年の指揮台に立った。第二次世界大戦中はアメリカとオーストラリアで活動を行い、メトロポリタン歌劇場の常連となった。その一方で、 アメリカに行ったことで、ロンドンフィルを手放す結果となった。戦後の1946年には新たに、ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団を創設、生涯にわたり、イギリス音楽界に、多大なる貢献をした。1960年、ロイヤルフィルの次期主席指揮者に、ルドルフケンペを指名して、現役を事実上引退、翌1961年に死去した。ビーチャムは、 幅広いレパートリーを誇り、正規レコーディングだけでも取り上げた。作曲家の数は69人、そして録音曲の数は477曲を数えたという。ビーチャムの演奏は常に生き生きとした演奏をして、聴衆を大いに喜ばせた。ジョン・エリオット・ガーディナーは、アート・オブ・コンタクティングの中で、彼の演奏は、玉のような宝石が荒れ出てくるようであると評している。 ヘンデルやハイドン、モーツァルト、ベルリオーズやシューマンなどロマン派の作曲家、ロシア国民楽派、プッチーニ、グリーグ、シベリウス、そしてデイリアスといったところがビーチャームレパートリーの核である。ヘンデルのメッサイやユージングセンス版、ハイドンの公共曲第104番、ロンドン、モーツァルトの公共曲第38番、プラハ、マテキといったところを特に得意とし、マテキに関しては、 セリフ抜きながら、世界初録音、1937年、ベルリンフィルハーモニー還元楽団も果たしている。ヘンデルは、メサイアのほか、自身の編曲による楽曲もいくつか指揮して、い。イタリアのハロルド、ビオラ、ウィリアム・プリム・ローズ、公共曲第5番、マンフレットの音楽、シューマン、カルメン、ファウスト、ホフマン物語など、メジャーから現在でもあまりレコーディングされないような、 曲目まで幅広く取り上げた。微税の発掘された公共曲派町長もしばしば取り上げている。また、ファウストのバレエ音楽を指揮している裁判年、1959年の映像が残されている。ビーチャムは1907年以来ディリアスと進行を結び、ディリアスの史上あふれる音楽を高く評価し、数多く演奏して、イギリスのコンサートプログラムに定着させた。 またディーリアスの作品中、出来が今一つな作品を手直しして、いわゆるビーチャム皇帝版を広く知らしめた。ディーリアスは自身の作品に他人の手が入ることを極度に嫌っていたが、ビーチャムのアドバイスが的をいていたものだったため、ビーチャムだけを例外としたのである。なお、ビーチャムはディーリアスの印象を数奇鏡のようだと回想している。また、ウォルターレック曰く、 ディーリアスはビーチャムが完全に自己同化できる作曲家だった。ロシアものに関しては主要な作品はことごとくレコーディングしている。シュトラウスも若い頃からの主要レパートリーであり、同時に信仰も厚かった。ビーチャムはベルディよりプッチーニを好んでおり、ビクトリアでロスアンヘルスが耳を、ユッシュビョルリングがロドルフォを歌ったラボエームは、 ビーチャムのリーリア以外での代表的録音とされる。シベリウスも信仰の扱った作曲家であり、一説にはイギリスでシベリウス演奏をメジャー化する講師となったのがビーチャムだと言われている。ドイツの大作曲家のいわゆる三大ビー、バッハ、ベートーベン、ブラームスのことを少々意地悪に音楽史上の三大退屈男と呼んだことがある。 とはいえ、花から拒絶したわけでもなく、ベートーベンは全公共曲や競争曲をしばしば演奏し、レコーディングも行っている。公共曲に関しては、第2番と第7番がお箱だったようであり、また、2007年になって、第9番のライブ録音が BBC からリリースされた。これで、レコーディング記録がないのは、第1番と第5番のみ。ちなみに、第5番は、 プロデビューで指揮している。さらには、ミサソレムニスのライブ録音も残されているほか、現在では、トルコ更新曲と助曲しかレコーディングされることがほぼな、激気不随音楽、アテネの廃墟全曲をレコーディングしている。ブラームスも、公共曲、第2番や、悲劇的助曲を戦前にレコーディングしている。なお、エルガーとは、公共曲第1番の演奏をめぐって、トラブルとなり、 以降は、犬猿の中となった。作品の一部をトリミングしたことが原因と言われている。しかし B チャムは、エルガー没後、自身の晩年になって再び、エルガーの作品をレパートリーに加えた。B チャムは基地に飛んだ人柄でも、有名だった。また、映像に残された、最晩年のリハーサル風景でも、学院と冗談を交わしている。決して学院に対しては、 高圧的には振る舞わなかった。リハルト・シュトラウスとの1910年以来の進行は、思わぬところで効果を発揮した。第二次世界大戦後、生きているかどうか定かではなかったシュトラウスを、あらゆる手段を尽くして、消息をつかみ、イギリスの式外に立たせたのであった。そして、シュトラウスは行く先々で、あなたが、あの、美しく青きドナウの作曲者なのですか という質問を投げかけられるととなった。また、ブルーノ・ワルターがロンドンデビューをするきっかけを作ったのも、ビーチャムであり、またセルゲー・ディア・ギレフやヒョードル・シャリアピンといった、ロシアの名だたる芸術家、オトカとも、親交を結んだ。自慢の財力と持ち備えたセンスで若い頃から、大々的な活動を繰り広げたビーチャムを、突き動かしたのは、ある意味、 音楽の開拓者という使命感だったと言われている。もっともイギリス音楽界に多大な貢献をしたとはいえ、競争曲では派手に動いて、目が遠と,とし、ソリストナカセの指揮者とも知られていた。1928年のアメリカでのデビュー時は、ウラディミール・ホロビッツとの共演でのチャイコフスキーピアノ競争第一番だったが、ホロビッツとはテンポが合わず、リハーサルでは、 ホロビッツのテンポに合わせたが本番では自分のテンポで指揮をした。これに対してホロビッツは最終楽章でビーチャムを無視して自分のテンポでオーケストラをリードしたという。この時ビーチャムはアンプで指揮をしたがあまりよく覚えていなかったという。音楽プロデューサーのウォルターレックはビーチャムをしておそらくイギリスが生んだ最後の偉大な変人と評した。 ビーチャムは来日しておらず、日本での彼の評価は、レコードと映像のみでなされている。イギリスで実際に、ビーチャムの演奏に接した、野村光一は、ビーチャムに関して、ウッドやロナルドとは少々相違していると思う。式が、実際なかなかうまい、野村光一、レコード音楽特本と評価を与えている。しかし、ビーチャムの音版を販売していた日本コロンビアには、ワルターや、 ワインガルトナーラ、さらに売れ筋アーティストがいたため、絶対的な人気は得られなかった。サー・エドリアン・ボールと、サー・マルコム・サージェント、サージョン・バルビロウリラ後輩のイギリスの指揮者と同様に、現役時の評価は、決して高くはなかったが、没後 CD 期に入って、ビーチャムの演奏は、再評価されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。